こんな感じのスタイルにするんですけど、結構バックがちょっと短いのと、そのウェーブですね、ウェーブのスタイルになります。で、前髪はちょっと薄めですが、もうちょっと厚めにしたいと思いますね。ちょっと前下がりではないんですけど、前下がり気味の感じかなと思います。まっすぐぐらいですかね。はい、この状態で乳液をつけていくんですけれども、はい、煮剤をつけます。煮剤は結構量多めにで、ここの、線をした状態でつけていきますね。煮剤はね、たくさんつけた方がいいので、結構大量につけます。はい、このような感じに全体につけていきますね。一液が残ってるんで、毛髪の中に、しっかりつけていかないとパーマ取れちゃったりとかします。これ今1本使い終わりました。僕はかなり使う方なので、で、今度ブロムさんです。かなりパーマ液は僕は使う方ではあると思うんですけど、で、表面のところロット本当は巻いと強く出したい場合はロット後で巻き返した方がいいです。まあ、今日は表面の方はちょっと緩めでいいかなと思ってるんで、巻き返ししないでもうアウトした状態で2剤つけてるんですが、ちょっとねパーマ慣れてる方とか強めがいい人とかは巻き返しした方がいいですね。はい、このような感じでこれ1本使い終わりました。で、もう1回加水つけていきます。だいたい僕これ3本使うんですけど、まあ、ちょっと使いすぎかもしれないですけどね、材料費結構かかってしまうと思うんですが、やっぱり乳液は結構大量につけないとなんかちょっと不安なんでケチケチもしてらんないなっていうのも正直なとこです。なのでめっちゃ大量につけます。多分通常こんなにつけないと思うんですけど、3本って相当つけてると思うんですよね。それぐらいつけないとしっかり中和がやっぱできないんで、で、ここでアウトしていきます。この状態でアウトしますね。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ちょっとね、カラー剤のオキシをちょっと混ぜていきます。まだ2剤使うのかって感じですけどね。で、タオルを使います。で、タオルを使って頭全体をこのような感じに、このオキシでなじましていきます。このような感じです。こうですね、このようになじましていきますね、こうやって。はい、で、あんまりお湯たくさん入れちゃうと加水も薄まっちゃうんで、まあ、このぐらいの量をタオルに含ませて髪の毛をちょっとこう洗っていくような感じに乳剤を浸透させていきます。こういう風な感じですね。はい、このような感じにしていきます。根元からこうちょっと毛先に向かって、こう絞っていくような感じですかね。それで全体に2液をこうなじまして、1液を追い出していきましょう。で、ネープもこのような感じに拭いていって、はい、ネープもこの2剤で拭いていきます。こんな感じですね。こんな感じにしていきます。ちょっと軽くクエン酸混ぜてます。
はい、このようにやっていきます。はい、ネープを洗っていきます。こんな感じですね。はい、で、このまま、シャンプーですね、ノーチのシャンプーで僕は洗っていくんですけど、シャンプー剤をつけて洗っていきますね。でこれで乳液を浸透させながらちょっと洗っていくような感じですね。こんな感じに洗っていきます。中までしっかり浸透させて、であと流してって感じですね。このままシャンプーしていきます。これが目標の仕上がりの感じで、こちらが今日のパーマの上がった感じですね。まあ、これぐらいかかれば落ちないかなと僕は思います。で、スタイリングの方法なんですけども、はい、うちだとヘナジェル、これヘナジェルのトリートメントがありまして、オーガニック系のトリートメントで、このヘナジェル、こちらこれつけるだけ、ワックスの代わりになるというか、このヘナジェルですね。これヘナジェルとヘナウォーターっていうのがあるんですけど、パーマのスタイリングはこのヘナジェルを使います。これちょっとアレルギー体質なので、ベタベタするものを自分もつけたくないので、結構お客さんにも勧めちゃうんですけど、これで自然乾燥、朝起きた時にこれをつけてそのまま終了とかです。はい、大体5プッシュぐらいですね、取って、このヘナジェルをつけていくんですけど、通常はトリートメント、流さないトリートメントなんですが、パーマの場合はトリートメントしながらスタイリングができるような感じなので、このままちょっとこういう風につけてあげて、あともう時間がない方はもうこのまま自然乾燥っていうか何もしないとかですかね。はい、で、今日のスタイルにちょっと近づけたいので、スタイラーをちょっとします。普段はあんまりセットしなくていいかなと思います。こんな感じです。で、こちらですね、ダイソン、皆さん使ってます？ダイソンのドライヤー、ダイソンのスタイラーです。音がね、いいです。ダイソンのスタイラーでやります。で今結構、カール結構出てるじゃないですか。でさっきのイメージに近づけるんなら、これを溶かすと大丈夫です。あとでちょっと今崩しますね。なんか襟足のこれぐらいの感じでしたよね、さっきのやつの。でこれだと、で モデルさん希望してたやつは多少コテで巻いてたと思うんですけど、今ちょっと束が出すぎちゃってるんで、ちょっと崩していきます。なんか波ウェーブ的なパーマみたいな、ちょっとボサってなってるスタイルが今日の希望だったので、今ヘナジェルを、このヘナジェルをつけてスタイリングしました。でこのトリートメントしながらスタイリングして、ジェルの代わりというかです。でこれを乾かしたのをちょっと今崩していって、ちょっとモデルさんの理想のぐらいにしていきます。ちょっと今束が出すぎてるので、これはこれでいいんですけど、そうするとちょっと波ウェーブみたいな感じになるので、ちょっとブラシで少し崩していきます。少し崩して、全部崩しちゃうと、コテで巻いてる場合だったら崩してもいいんですけど、ブラシの先っちょを使ってちょっと崩していきますね。その方がよりちょっと束をか残りつつ崩すみたいな感じが近いかな。
な感じですよね。これがこうなってる。なんかこんな感じなんですよ。こんな感じです。結構近いと思うな、あのやつ。さっきの見せてもらったんですか。俺、携帯持ちます。あれ、出るんですか。ゴール地点は合ってるはず。ああ、これいいですか、カリ。ゴール地点はこれなんですよ。で、フォワードと逆、なんだっけ、内巻きと坂巻きをちょっとまあミックスさせて、表面はスパイラル巻きしたんですけど、その辺は YouTube 見てください。で、ゴール地点はこの感じ。なんでかなり近いと思います。はい、大体時間は1時間半ぐらいでここまででいきます。前髪と表面はドライングパーマっていうのをちょっと使ってやりました。今日の撮影終わりました。なんとか、理想の感じになったんじゃないかなと思いますね。大丈夫ですか。はい、今日スタイリングとしてはヘナジェルっていうのをつけて、ウェーブをある程度リッチを出してから、リッチじゃないか、束感というか、あの自然乾燥した状態からあのブラシでちょっと崩してですね、波ウェーブをちょっとイメージしたパーマのスタイルをちょっと作ってみました。ちょっとグランジっぽい感じというか、そういうラインをちょっと作ってみました。はい、まあ、パーマの方もパーマちょっとね、彼女かかりづらかったので通常よりちょっと時間かかったんですが、大体1時間半から2時間ぐらいで終わったかなと思います。です。またあのハイヤマカシのチャンネルを皆さん、いいねとかシェアとかしていただけるとありがたいです。チャンネル登録もしてください。してくれるとモチベーション上がりますのでお願いします。はい、はい、では皆さんまた見てください。バイバーイ。